はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけどね、ちょっと変わった場所からお送りしてますけど、今回はねこちら、このねボンネットがこう一枚ぶら下がってるんですけどね、あの塗装をちょっと教えてもらいたいっていう子がいたんで、今度塗装を教えるっていうねこの動画をやります。でまあ本職の人から言わせるとね、そんなサムさんも上手いわけじゃないんですけど、あのこのボンネットがじゃあ何かっていうとね、まあそういう風に教えてほしいって言ってきた、まあうちのお客さんって過去に何人かいるんですけど、まあそういう人たちの練習台で使ってるんですよ。だからこのボンネットって何層にも塗装がもう塗られてるような感じですね。まずはあのいつもあの缶スプレーなんかで塗ってるような、ね、人がじゃあガンを使って塗るとどういう風に塗れるのかっていうところ興味ありますよね。で、まあ、もう缶スプレーからあのガンに変わっただけでね、もう全然違うんですよね。で特にあの、まあ、うちの使ってる塗料なんかはあの1液の塗料で、あのすぐねあの乾くし、まあ、なかなかね塗りやすくて、まあ、普通にねあの素人の人でも塗りやすいんじゃないかなと思いますね。で一番最初はねうちのお客さんで森マンさん、あの分かりますかね、あのボロテッツァお兄さんって言った方が分かると思うんですけど、あの人がねあの1回このボンネットを塗って塗装面白いなっていう風にハマって、当時乗っていた510ブルーバードっていうねあの旧車があるんですけど、あれを自分でレストアするっていうところまで行き着きました。最近で言うとだからあのアルトのねあの方の車をあのソウルレッドに塗ったっていうのがありましたけどね、まあ、そういう感じでやってます。あと、まあ、またね別のお客さんもあのこちらのねボンネット塗って、でそれであの、まあ、塗装にはまったっていうお客さんが一人いるんですけど、まあ、そういった形でね意外にね DIY で自分で車触って缶スプレーでも色塗っちゃうようなタイプの人は多分ハマっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、今回いるねまたお客さんでそういうねもう自分で車も触る缶スプレーでも色を塗るっていうような人がいます。でその人にねじゃあガンで塗るっていうところを今回教えるっていうところ、まあ、教えるほどねあのうまいわけじゃないんですけど、まあ、とりあえずはすると。だからまあそのね入門編登竜門みたいな、ね、感じです。うちでいうこのボンネット多分ミラかなんかのボンネットと思うんですけど、これをねずっと過去から使ってる感じなんですけどね。だから今回はねこちらの方を足付けして塗るっていうところで、まあ、動画にしていこうかなっていうふうに思います。それではね皆さん動画の方ご視聴お願いします。それではねこちらのね作業の方をやっていきますっていうか、まあ、ね、作業の方を教えながらさせていきますっていう感じですかね。でまずはねこちらペーパーでね水研ぎをします。で800番のねペーパーで研いでるんですけど、ボンネットのね放置されてた時間が長すぎてね、結構ホコリまみれで、なおかつホコリを取った後もねミストがすごいんですよ。めっちゃガサガサです。まあ、今回はね、あの、練習用のボンネットでね、まあ別に失敗してもいいぐらいのものなんで、まあ、そこは関係ないんですけどね。ですんで一回ね、まずはね、研ぎ込む足付けをするっていう形です。だからまあ工程をね、どういった形でやっていくか。もともとね、缶スプレーでやってるんで、まあある程度のことはわかるんじゃないかなとは思うんですけどね。で、まずね、こちら800番付きね、終わりましたら、今度はこちらペーパーたわしですね。で、こちらに足付け剤を塗って、で、こういう風にね、全体をかけます。まあ、ペーパーでかけきれてなかったりムラになってるようなところもこういうのですることでね全体にねあの研ぎ込むことができるんで、まあ、あと足付け不良が起こりにくくするっていうところですね。でこれでねかけ終わったらあの乾燥させた後に、まあ、タッククロスっていうこういうペタペタするなんかねあの生地みたいなのがあるんですね。それを使ってホコリを取りながらエアブローでね、まあ、ホコリを取っていく。取りきれない部分はタッククロスでね拭いて、まあ、ホコリを取るっていう感じで、まあ、あの処理をしていくっていうところですね。で次ね塗料の方を作っていきますけども、作ってる塗料があるんですよね。昔塗った分の塗料の余りがあるんでこちらを使います。でね何の塗料を塗るかっていうとね、ソウルレッドをね塗ります。まあ今までね缶スプレーでは塗ったことはあるけどね、まあガンで塗るの初めてな人なのに初めて塗る色がソウルレッドっていうね、まあなかなかねハードではあるのですけど、まあこれでね塗っとけばまあどんなもんかっていうのもわかるしね、まあまあ練習なんで、まあ失敗してもねいいからですねっていうところでねやってます。でまあやっぱりねこう最初塗っていくと、まずねこうガンの圧力であったり塗料のね塗出量であったり、まあこう塗るところの難しさっていうんですかね、まあそういうのとかね感じてたみたいです。でまあこうずっと塗ってるんですけどね、やっぱり塗ってたらまずね指がなんか腱鞘炎になるみたいな感じのこと言ってましたね。で、あとね、やっぱガンが塗料が入っててね、意外に重たいんですよ。で、腕をね、やっぱ目いっぱい伸ばした状態でずっと塗ってるとね、またね、腕もだるくなるっていうね、意外になんかこう疲れるっていう感じでね、言ってました。で、まあ、こう塗装のね、ガンとかも、まあいろんなメーカーが出てます。で、あのね、まあ、素材がなんでできてるかにもよるんですけどね、あの、軽いガンもありますので、重たいのが嫌な人はそういったメーカーを選んでもらうっていうのもいいんじゃないかなって思います。
特にね、あのデビルビスっていうメーカーがあるんですけど、あそこのねガンはね、まあ、割と軽いんで、まあね、重たいのが嫌な人はいいんじゃないかなと思いますね。で、今からこちらはカラークリアの方を塗っていきます。で、まあ、赤色の塗料にね、あの、まあ、あのなんですか、クリアがあるんですよね。あのまた別のクリアがあるんですけど、カラークリア用のクリアみたいなのがあるんですよね。まあ、濁りクリアってこのメーカーだと言うんですけど、それとあと硬化剤ちょっと混ぜてシンナーを入れてっていう形でね塗ってます。で、これがね、要は塗った回数で色がどんどん染まっていくと。で、あの赤色の、まあ、濃さを塗った最大の色の濃さでね、どこで止めるかっていうのを決めていくみたいな形です。で、今回は、まあ、一応ね、ちょっとね、まあ、練習なんでね、あの、カラーのベースとね、最初に塗ったベースと、このクリアでいくとね、クリアの方がね、量使うんで、まあ、ちょっともうこれぐらいにしようみたいなね、あの、いくら残ってる塗料でもね、まあ、後々使うこともあるんで、あんまり使うとね、もったいないからですね。ですんで、もう今塗ってるので、最後にして、で、その後にね、クリアを塗るっていう形でいきます。うん、だから、色味で言うと、もう、あと1回ぐらいは塗ってもよかったのかなっていうぐらいですね。まあ、あの方が赤みがもうちょっと出たのかなっていうところですね。少しちょっと朱色な感じに仕上がってるみたいな形です。で、ソウルレッドっていうのは、例えばね、あの、前期型と後期型みたいなね、まあ、そのソウルレッド使ってる車のね、だから色結構違うんですよね、意外に。41V と 46V っていうのがあるんで、これはね、まあ、前期型等にね、使われてるような形のね、色です。で、次はね、あのクリアの方をね作っていきます。で、こちらね、あの3対1クリアですね。なんで取材に対してね、あの3対1の割合で入れて、あとシンナーですね、まあ、こちら 30% ほど入れてます。あとは外気温等をチェックしてシンナーをね使う、まあ何度ねの対応してるシンナーっていうんですかね、まあ番数を使っていくっていうところですね。で、まずはね、あの色が入りにくいというか、まあ、クリアじゃないね、クリアなんでクリアが入りにくいとこからまず角から塗っていくと。で、捨て拭きの塗り方はこんな感じで塗りますよっていうところ。まあ、捨て拭きはね、本当に捨てるように拭く人とね、まあ、ドバッと塗るタイプもいると思うんですけど、サムさんはね、ドバッと塗っちゃう感じの捨て拭きをします。で、それを塗って、まあ、10分以上セットアップを置いて、また2発目を塗ってみたいな形ですね。大体ね、2回もしくは3回で仕上げることが多いかなっていうところですね。で、今回はね、まあ、残ってる分のクリアを全部使い切るっていうところでね、まあ、3回ほど塗ってるっていう形ですかね。で、これでね、塗っていくと、どんどんツヤが出ていくんで、オーナーさんはね、こんなにね、ツヤ出るんだみたいな。まあ、缶スプレーじゃなかなかこれ味わえないですよね。こんな勢いでね、こんな風にね、缶スプレーでは拭けないっていうところは、やっぱりね、あの、体感できたんじゃないのかなと思います。そして、次はね、あの、ゴミ取りですね。と、あと肌調整ですね。で、結構ね、あの、もうね、ゴミもまあまあ入ってますんで、しっかりゴミ取りをすると。で、このペーパーでね、研いでいって、まずね、あの、ペーパーをかける前に触ると、もう、あの、ゴミで手に引っかかるとガサガサするみたいな感じのイメージですかね。で、触りながら、それがこう、手で触って感じないようになるまで研磨をしていくみたいな、そんな感じです。で、まあ、1500番から3000番に向かってね、ずっとどんどん研磨していくみたいな感じ。まずはね、1500で、まあ、ゴミ取りをすると。で、結構ね、この塗膜がやっぱり薄くなるんで、まあ、できるだけね、あの、クリアの厚塗りをしておくと、まあ、その分で薄くなってもね、全然まだ残ってるっていう風には仕上げます。だから、2000番なんかでね、あの、ゴミ取ってるっていう人もいるし、まあ、大きいゴミはね、あの、もう専用のね、カッターで切り落としてるっていう人もいるみたいですけどね。で、あとね、最終的に今ね、水研ぎ3000番ですね、こういう風にやってます。で、これでね、あの、すべてを研ぐと。で、あの、1500番とかでやるときは、プレスラインとかはね、気をつけとかないとね、地が出ちゃうんで、もうそうならないようにね、あの、マスキングとかをしてました。で、次ね、こちら、磨きの方です。で、これね、あの、もう、研磨するのは、あのね、こう、コンパウンドで研磨するんで、こういうふうに指でね、置くぐらいの力。要は、こうね、ぐっと押さえる必要って一切ないんで、ほんと指でね、あの、機械を押さえるレベルのね、あの、力の加え具合でいいんですよね。で、このね、ウールのバフと、ね、あの、コンパウンドで削っていくんですけど、コンパウンドの切削力で削ると、だから押さえつけて削るわけじゃないんで、まあ、こうやってしながらね、コンパウンドがだんだんなんかもう、こう、なんていうんですかね、色味が出てないなって、コンパウンドを引いてる感じがないなって、わかれば、もうそこでね、やめてもらって、で、一回拭くと。でももうこう、削ってる段階でね、あの、鏡面になってるっていうのはね、もう見てもらったらわかるんじゃないのかなと思います。で、こういった形ですね。で、あとはこれでどん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 ね、やっていくっていう形です。ではね、これでね、続きをやっていきます。で、あの、ウールバフの方に、コンパウンドがね、あの、どんどん溜まっていくんですよね。
で、ウールバフにコンパウンドがどんどん溜まっていくと切削できないんで、あのエアブローで回転させながらね、あのウールバフの、まあ、溜まってるコンパウンドをね、飛ばしてやると。で、こういう風にね、削っていって、で、今、さっきやったのが、まあ、あのエアブローでね、あのコンパウンド飛ばしてると。で、これもやりながらやっていった方がいいですね。その方がもう綺麗に削れていくと。で、まあ、最初のうちはね、やっぱりこうやりながら、まあ、どこまで研いだらね、綺麗になってるのかっていうのがね、わかんないんですね。パッと見綺麗になってるんですけど、蛍光と分けたりね、透かしたりすると変わってくると。で、仕上がった感じがこんな感じです。見た目綺麗そうなんですけどね、ちょっとまだね、ペーパー目が残ってたりとか、まあ、磨き残しとかもあったりとかっていうのね、あります。そして次は何をするかっていうと、こちらのね、金色のね、塗料を作っていきます。で、オーナーさんがね、じゃあそのまま引き続き今度ホイールを塗りたいっていうことなんで、ホイールのね、色を塗ります。で、ワークのマイスターっていうホイールですね、そちらで、スポークの色が白で、まあ、リムはね、なんかまあメッキーかポリッシュかみたいな感じなんですけど、要はね、スポーク部分の白がもう結構ボロボロなんですよね、色も剥がれてて。で、それをね、あのサフェーサー塗ってみたいな形でいくっていうところで、まあ色作ったのはこんな感じですね。で、スポークの色をね、金色にするっていうところで、まあ色を塗りたいっていうことでね、あのホイールの方をね、やっていきます。で、もうサフェーサーの方はね、拭いてますね。オーナーさんがね、あの自分で、あの家で、全部ペーパー掛けをしてきました。で、サフはこちらで塗ってますね。ただ、センターのナットの部分、この部分がね、意外になんかこう、塗装の剥がれがひどくて、まあ、研いでくる時の研ぎ込みが甘かったんでね、結構段がガタガタ出てるんですよね。まあ、走行中には見えないとは思いますけど、まあ、ただね、寄ってみればね、そういう段があると。まあ、これは後でまた見せますけど、まあ、そういったところでね、塗装のね、一番大事なのは、やっぱり下地が重要なんでですね。で、こういった感じで色の入りにくいところをね、どんどんこういう風にね、塗っていって、あとはメインのところをね、どんどん塗っていくっていうところです。で、まあ色はね、やっぱりね、塗料によってどれだけのね、配合のね、種類があるかっていうので、この金色はね、だからいろんな塗料を混ぜるんでね、まあ、作るのに手間はかかりますよね。で、あと塗料によってはやっぱり塗料のね、まあ金額ですよね、ランクみたいなのがあるんで、コストがいい悪いっていうのもね、やっぱりあります。単色の白とか黒はね、安いんですけど、メタリックでも最近のメタリックはね、結構発色がいいんでね、あの塗料の値段が高いんですよね。そういうのはあります。で、クリアの方も塗って、で、ちょっとね、半乾きぐらいになったらマスキングの方はね、どんどん剥いでいってます。で、出来上がったホイールはこんな感じですね。まあ悪くはないですよね、いい出来じゃないかなって思います。ね、こういった感じですね。まあ、初めてね、だからこの前ボンネット塗って、まあ、2回目に今度このホイールを塗ったっていうところで、もうね、あの、ハマっていく泥沼にはね、足を片足以上は突っ込んでるんじゃないかなって思いますね。まあ、いつか自分の車をオールペンする日が来るんじゃないのかなとうちは思ってますけどね。で、先ほど言ってたのがこういう感じです。ここのね、研ぎ込みが、まあ、手で触って段がなくなるまで綺麗に研いでおけばね、いいんですけど、まあ、家でね、やってたみたいですけどね、なかなかこんな感じで、まあ、仕上がりはもうしょうがないですよね。でも、まあ、本人はね、走る時に見えるわけじゃないし、まあ、そんな気にしてるわけではないんでですね。で、なんかワークのね、ステッカーも取り寄せてたみたいで、こちらの方にね、貼っていくと。で、これでね、まあ、ちゃんとまた、まあ、マイスターの、金色のマイスターになるみたいなね、感じなんで、まあ、自分でね、これができるようになればね、好きなタイミングでカラーチェンジをするっていうのもね、夢じゃないんじゃないかなって思いますけどね。サムさん的にはね、右ホイールと左ホイールで色を変えたらって最初言ったんですけどね、まあ、とりあえず全部一緒にするって言ってました。で、出来上がった感じがこんな感じですね。で、バッチリじゃないかなと思います。で、車にね、装着した感じはこのような感じですね。まあ全然かっこよくなってるんじゃないかなって思いますけどね。いい感じですね。まあ合ってると思いますね。悪くはないですね。白も良かったですけどね。金も悪くないんじゃないかなと思います。で、これでね、出来上がって、あとは最後はね、あの本人がね、一生懸命車の撮影をするみたいな形でね、やってました。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのね、ボンネットの塗装ですね。まあ、今までね、ガンを使ったことがないっていう人、まあ、缶スプレーでは塗ってたっていう感じの人なんですけどね。で、そういう感じの人が、まあ、塗装のガンを使って初めて塗装したらどういう出来栄えになるかっていうところなんですけど、まあ、こちらのボンネットをね、マツダのソウルレッドに塗装しました。で、まあ、出来栄えとしてはね、まあ、悪くはないですよね。初心者がね、いきなり塗って、この出来が出せるっていうんだったらいいんじゃないかなって思います。まあ、今までにね、サムさんのところで、まあ、そんな感じの、まあ、弟子っていうと大げさですけど、まあですね、こんな感じでやった人3人いるんですよね。今回の人で3人目です。
だから一番最初にやったのがあのボロテッツァー兄さんですね、まあ、彼もねやっぱり自分で DIY で車触ったり車のね塗装がねあの缶スプレーで塗ったりとかってよくやってたんで、まあねその彼に初めてねあの塗装を教えた時にあのもう面白くてハマっちゃったんですけど、おそらくね今度の彼もハマるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、今回ねあの別で本人の持ってるワークのマイスターというホイールあれをね、まあ、塗ってますね。まあその動画の中にもねあったと思いますけど、まあ言った感じで、まあ、白のホイールをねあの黒金かな金色に塗って、まあ、しましたね。まあかっこいいマイスターに出来上がったんじゃないかなと思います。まあ、センターのナットの部分のねとこがもともと塗装が剥がれかけてたみたいで、そこのねあの研ぎ込みの処理が甘かったんで段は出てるからしょうがないのかなってとこ。まあやっぱりね板金塗装っていうのはまあ塗るのもそうなんですけど、どっちかっていうと下地がほぼねもう8割9割を占めるみたいなイメージなんで、ねやっぱり下地をいかに綺麗に作るかが綺麗なね塗装になるっていうポイントじゃないのかなと思います。まあ、それでもねまずはまだ1回目ですよね。だからボンネットとホイールまだ塗ったっていうところで、まあ缶スプレーで今まで塗ってた人の感想で言うと、やっぱりあのまず塗料の使う量が缶スプレーをね何缶も買わなきゃいけないのと比べると意外にねあのコスト面も悪くないっていうことと、やっぱりあのエアの圧力あとガンの向きをどう変えても一応塗料が出るんで、やっぱりねその部分が缶スプレーとは違うっていうふうに言ってました。であと使ってる塗料がやっぱりねあの普通のベースカラーの方は1液でクリアは2液なんですけど、まあ、1液塗料だとねやっぱりこうすぐ乾くっていうのでねあのすぐ塗れるっていうのもありますし、あのメタリック系だとねメタリックが泳ぐ泳がないっていうのがあるんですけど、1液の方がね泳ぎにくいかなっていう、まあ、要はムラになりにくいっていうのがあります。ドバッと塗るとねあのムラになっちゃいますけど、そこら辺もね、まあ、教えながらやったんで、初めて塗ったのにメタリックをムラをねほぼ出すことなく、だからこのソウルレッドに関して言ってもあんまりムラがないですもんね。ね、ボロテッツァ兄さん初めて塗ったらムラムラになりましたからねまあそこら辺見るとねあまあよくねやったんじゃないかなって思います。まあこのね、サービスじゃないんですけど、こういう内容のことを、まあ、誰彼にさせるっていうわけじゃないんですよね。まあ普段からねうちでよくごひいきにしてくれる人にはねこういうことをやるんですけど、だからレンタルガレージとかそういうことをやってるわけじゃないんで、まあ、そういうのをやるとねもうキリなくなっちゃうからですね。だからそういうふうに普段使ってくれてる人でそういうのが大好きな人に対してのね、まあ、こういうことできるんだよっていうところをちょっとね、やってみると面白いよっていうところでね、まあ、教えてみましたっていうところなんですけどね。だからまあ今回はまあ素人がまあ普通にねまあ業務用のまあうちらが使ってるガンだったり塗料だったり使って塗ったらどうなるかっていう動画でした。でまあ出来栄えとしてはいい出来じゃないのかなと思います。まあ磨きとかもねやってるんですけど、磨きと研ぎ込みはまだまだかなっていうところですけどね、まあ、この辺もトータル的に見てねやっぱり慣れていってやればやるほど上手くなるんじゃないかなって思います。ボロテッツァ兄さんも最初はボンネットをこういう風に塗って、このボンネットがね登竜門なんで、でそこから最終的には510ブルーバードを一人でレストアするっていうところまで行き着いたんでですね、だから今回の金もハマっていけばそういう風にね自分の車例えばオールペイントしたりとかっていうところまで行き着くかもしれないですね。それでは次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。ちょっとね最後にね別動画を挟みますけどね、最近カスタムペイントする時のまあラメ用なんですけど、カップを買ったんですよね。この専用のカップちょっと変わってるでしょ。でここからねエアチューブがこう入ってて、まあ、あとは普通通りここでガンの取り付けをすると、でこの中身がねこうなってるんですよね。こういう風車みたいなのがついてて、でここにこうしてエアがブーッと通ると中の風車がくる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 回って、ラメをねこの中に入ってるラメって大体沈殿するんで、まあ攪拌すると、まあ、ラメの吹き方もウエットで打つのとドライで打つっていう方法があるんですけど、うち大体ウエットで打ってるんで、でですねこれがラメ用に使ってたガンなんですけど、ちょっとまあ品番見ると分かるんですけどね、W200 って言うんですけど、まあ、トラックとか多分塗るのに使うんですよね。先っぽ 2mm なんですよね、ガンの先っぽがね。普通のね塗装するときって 1.3 とか 1.5 とかぐらいの間が多いんですけど、大体ねそれじゃなくてこの何ですか、まあ、要はラメがでかいの打つんで先っぽ太くないと詰まっちゃうからですね。で、まあ、さっきまでこのねガンをこういう風に装着してたわけなんですよ。でつけようと思ったらまさかのねここが合わなくてつかないっていう、まあ、それだけの動画でした